庄司芽衣です。中井ゆりです。新井ひくみです。山部美優です。東京女子流です。この動画では東京女子流がさらなる成長と新たなファンの方を獲得するためにさまざまな企画に挑戦していきます。俺の名前缶当て選手権2来ました。あのですね、皆さん前回あれの名前缶で当てて全然当たらなかったの覚えてますか？聞いたことあるけど分かんないな。知らなかった。無だけやってる。ちょっと待って、何それ思ったよりふざけてるんですよね。なんかもうあーって感じです。もうダメだ。申し訳ないんですけど、この間言ったやつ の, あのお名前も忘れちゃった。確かにそうなの、私も忘れて。難しかったので今回ちょっとレベルを下げていただいたみたいなんです。そうなんだ。あ、まあ分かるんじゃないか、これならって。だから逆に答えられなかったらちょびっと恥ずかしいっていう話なんですけど、でも希望は持てるってことだよね、まあ、前回よりかは、うんうん、前回はね、うん、難しさが頑張ろう。リじゃないか。1問ぐらいはね、当てたいね。ましょう。はい、1問ぐらいいきたい。では、缶当て選手権2 1つ目のお写真をお願いします。え、正式名称なんてあるんですか？どういうことですか？ちょっとどういうことでしょう。え、違うの？え、漢字4文字？待ってください。しかも漢字一番弱いの知ってますか？ちょっとふざけた名前ですか？ふざけてないんだ。私ふざけそうなんですけど。では、4人ともかけたので、一斉に、せーの、ドン！ちょっとやっぱ、東京電波塔。聞いたことある。はい、私、東京中心塔。東京電波塔。東京電波塔。正解は、どう？うわー！うわー！待って！日本なの？日本？じゃあこれ日本、日本タワーでいいじゃないですか。本当だよ。東京タワーじゃなくて。え、そうなんですか？私、そう、正解は東京。えってなったよ。え、私もう、よっしゃ、えってなっちゃったよ。ね、日本？わー、これは引っ掛けや。ね、いやこれはでも世の子供たちに教えていきたいですね、うん、はい、では次の問題をお願いします。ん？読み方ってことですか？これほんとよく見たらわかります。よく、これをですか？うわ、どっちだろう。え、まんま？あ、え、何個かあるよね。え、そう、2つある、2つある。え、はい、私もあれでいけた、いけた、いけ、いけ、これでいくしかない。もう、決めた。頑張って、ひとみ。え、カタカナ2文字です。カタカナ2文字、カタカナ2文字。瞳の思うのでもいいよ。思うものを書けばいいよ。はい、10人かけたんでね、はい、一斉に、せーの、ドン。わかるわかる、わかるよ、わかるよ。はい、メイがノマで、私もノマで、ミユもノマ、ノマで、ハーフ。正解がノマでした。おっしゃ、ほら、これ忘れないかも、読み方。私も多分忘れない。書いてあるもんだって、ノマって。ノマ、ノマをギュンってくっつけたらこれになる。ハフはどこみたいな。あの、あ、そう。こう。あー、ハフね。逆にむずくだろう。ノマ、ノマだね。ノマでした。いやでも人、ハフの可能性あったから惜しかったね。違うのか。ノマです皆さん。ノマ、ノマ。次の問題をお願いします。はい、ドラキュラマットって何？え、難しい。何も想像が出てこないかもしれない。だって横文字が得意なんですよ。逆ってことですよね。
ドラキュラマットだよ。マットって何？マットってなんかさ、マットネイルとかそういう感じ？違うと思います。違うね。スーパーで見かけます。あー、わかった。なんでわかんのよ。わかったわかった。切ったはずで。私全然わかんない。はい、じゃあ一斉に、せーの、ドン。あ、長っ。メインのやつも気になるな。あの、お肉とかお魚が入ってるパックの一番下に入ってる、なんか血を吸い取ってくれるやつだ。やつ？ぽそう。めっちゃぽいじゃん。で、私、絆創膏。それかまたジュース。ジュース？マットって言ったのにもう液体になっちゃったじゃん。はい、じゃあミウは？私なんかスーパーの入り口とかのさ、下に引いてあるじゃん、なんか。あ、はいはい、ある。あ、なんか汚れを、靴、なんか汚れを落とすみたいな。あるある。なんかああいうマットのやつかな。あ、はい、じゃあ正解をお願いします。はぁ、すごい。これかい。これのことドラキュラマットって言うんですね。もう日々見るわ、これ見る、ね、言われてみれば、すごいいい名前じゃないですか、うん、まさにこう、ね、すごい。わかるわかる、ね、無限軌道？無限列車しか出てこない。私も思った、ね、なんだろう。え、絶対違うけどこれにしよう。なんだろう。一斉に、はい、せーの、ドン。モノレール。うわ、ぽいぽい。てかこれじゃん。絶対これなんだけど。私絶対違うでしょ。いや、無限って感じなんで、もう無限だな、軌道と思って。無理じゃない。高速道路、なんか漢字で漢字返ししたじゃん。びっくりしたんだけど今。むしろこれの横文字知りたいんじゃない？確かに。で、ミユが、私はあの目の不自由な人が使うの黄色いこう道路を示してくれる、うん、こっち歩けばいいですよっていうのをやつかなっていう。じゃあ正解をお願いします。全然違う。何こんなの。え、全然わかんない。こっちのパターンになってから難しい、うん、難しい。では次の問題お願いします。あ、分かった。これじゃなかったらちょっと講義、うん、私も講義始める。みんなで講義し、うん、これ全員で、全員正解になるかもしれないよ、うん、はい、じゃあいきます。一斉に、せーの、ドン。おお、レインボーブリッジ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 。正解は、おー、よかった。これはもうだってブリッジさんですけどね、東京レインボーブリッジ。東京湾を繋いでる橋といえばこれでしょう、レインボーブリッジ、うん、よかった。これでラストじゃないんですもんね。わ、ちょっと待って、最後、最後答えられるといいね。え、すげえ。点ボタン、急にめっちゃ難易度上がってますね。こうボタンを押したらさ、こう天ぷら降ってきたらよくない？まあ夢だよね。エビ、エビ天。やだやだやだ、なんかめっちゃベタベタするんだけどみたいな。そんなファンタジーじゃないよ、絶対。絶対持ってる。持ってる？あ、じゃあ物の中にあるやつ。もう一個ヒント、もう一個ヒントください。持ち歩く形はボタン。ボタン。身につける物の中に。あ、結構言ってくれてます。そうですよね。点がついてる。点？点がついてる。身につけてるのか。なんでよく点ボタン身につけてるのわかんないよ。庄司さんのインスタにも上がってます。ですよね。じゃあ違うわ。じゃあ違うわ。中江さんもインスタに上げてます。ちょっと待ってくださいよ。あ、もうじゃ。あ、違うけど、まあ、いっか。自分のインスタを今からあさりに行きたいな。何あげた私、何、どれで、いつ投稿してるんだ。じゃあ、4人とも一斉に、せーの。あ、そこか。あ、頭のてっぺん的な。え、違う。メイが頭のてっぺんのこれ。え、で、私違うわ、サングラス。時計とかについてる、ピュッてやったらなんか天気をお知らせしてくれる。天気ボタンってこと。天気ボタン。天ね。はい、で、ミュウが iPad とかの丸いボタンあるじゃん。
それっぽい、それっぽい。絶対これ正解お願いします。あーこれだ、これやまんまですね。確かに天井っていうか上にあって、確かに言われてみれば、まあ、難しいわ。分かるとすぎ、名前あるんだこれね。いやというわけで、ここまでねやってきましたけども、はい、今回、はい、あれの名前カーテ選手権を勝ち抜いたのは庄司さんでした。ありがとうございます。どうもありがとうございます皆さん、はい、あどうも今後も頑張ってください。わ、うん、かりました、うん、引き続きじゃあよろしくお願いいたします。はい、はい、ではこれもシリーズ化したぐらいなんでね、もしかしたら3があるかもしれないんですけど、うん、皆さんまたその時までに私たちも毎日知識をこういっぱい身につけて頑張りたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしててください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上東京知恵でした。見てくれてありがとう。この動画が面白かったらいいねボタンを、チャンネル登録もよろしくね。 Twitter や Instagram、TikTok もやってます。そして東京女子流ニューアルバムノクターナルが発売中です。みんな聞いてね。